そう遠くない未来、凶悪犯罪の増加に対し、政府は新たな司法システム、助審裁判を導入した。わずか3日で判決を下す制度である。映画「逆転裁判」は、新米弁護士鳴歩堂龍一が難事件に挑む、かつてない法廷ドラマである。異議あり、異議あり、異議あり、異議あり。修羅場を演じる時代劇の正々堂々と行こうじゃないか。どうすんの、なるほど君。あやさと迷い、逮捕するっす。一点の疑う余地もないだろう。待った、メリークリスマス。三剣礼二容疑者逮捕です。弁護をやらせてほしい。連鎖する犯罪、追い詰められても必ずどこかに嘘がある。最後のチャンスだよ。私は本当にやってない。この事件と千尋さんの事件はつながってる。陰で操ってる奴がいる。この中に犯人がいる。あなたは間違っていないわ。発想を逆転させるの。逆転？決定的な証拠です。この中の嘘を見破れ。逆転裁判。くらえ！